チャスータです。あー気合入ってるよ、気合入ってるよ。俺はテンション高いんだよ。さあ今日はどこ行くんでしょうか。あーどこ行くんだ、わからんな。俺どこ行くかやろ、わからんけど。ナビ設定しようやろ。よろしくお願いします。今買ってます。今日はね、江ノ島に行きますよ。はい、まあ、今日ね、唐突に決まったんですけど、俺ら水族館行くのは2回目だ。2回目だ、うん、意外と行ってないんだよね。いや、行ってる感じするんだけどね。付き合ったばっかの時に名古屋港の水族館に行って、そう、その水族館の時は、俺が電話したのがモーニングコールだった時で、本当にあの時は失礼しました。だったよね。駅で待ってたんだよね。駅でずっと待ってたよね、俺。それ以来。それ以来。それでは江ノ島水族館にレッツゴー。ジャスタ。ゆたくん道間違えて、また U ターンして高速乗っちゃいました。およそ4キロ先、小田原方面です。あ、めっちゃやっちゃってる。うわ、最悪や。っていうこともね、やっぱデートには必須ということで、まあやっていくんですけど、とりあえず1回着くまでは、苗タイムに入りたいと思います。かんくな、かんくな。そういう時もあるよね。知らない。次はハイテンションだからね、僕。違う。ジャスタ。ということで、江ノ島水族館着きました。中回せるかわかんないですけど、何でしょうね。ねえ、ほら、うわ、ガム踏んだ。ティッシュない。最悪。なんだ。ちょ、帰る。ここの支払いじゃんけん。あ、いいよ。じゃんけんしますか。最初はグー。じゃんけん、こい。はい、こうでしょ。これは、必要経費とさせていただきます。そっちじゃないよ。ジャスタ。はい、ということで今から江ノ水ゲームやっていきてまーすね。一回勝負ね。いや、200円しかないから、うん、何が。オッケーオッケー。100円やるよ。いただきます。さあ、取れるのか。これさ、無理だね。お、あ、無理やん。うめ。紙コース、紙コース。あ、入っちゃうね、結構。紙コース来てよ。あ、引っかからないパターン。じゃあ、あちらまで行きたいと思います、僕。はい、あちらまで。あちらまで。じゃあね、飛ばそう。はい、ウィーって。頑張れ。気持ち込めろよ。気持ち込めたよ。意味ない。4つまで。あ、一番ちっちゃい。一番ちっちゃい。あ、すみません。それ、なんすか。あ、もちろん。これなんすか。なんじゃ。かゆくなったな、お前。かゆくなったな。かゆくなったな、お前。かゆくな。何これ。やっと。おー、やめろ。ジャスター。え、最近調子どうすか。ちょ。見て。やばい。おった。いました。とう。じゃあ、あそこの、海の家の、うん、お兄さんが、ラフレンジの、リュータじゃない。言ったら本当にいた。行くじゃん。あとでちょっとラフレンジのところに突撃しに行きたいと思います。行こう。はい、久しぶりです。何ですか。ちょうどデートしに来て、ここ撮影で、Vlog 的な。そういいの。いつぶり。もう最初さ、なんか手振ってくる、なんかヤリラビー見てるやつ。いや、ヤリラビーだよ。ヤリラビー。あれ確かに紙一重だけどさ。紙一重って言うの。おい、一応ある時、俺何万人。3ちょい、3万人とか。そうですね。
いやそんなことない、そんなことない、でもだってラフレンジコラボしてくれないもんね。俺ら今ダイエット中なんですよ。そのダイエット終わったらプラベル飯行きますよ。おい、ということですね、今やってるんですけど、人が多いんですけど、あ、かわいい、めっちゃかわいい、募金しご、募金しご、すごいお利口さんですね、ありがとう。ありがとうございます。新しい味です。ラムヤーカッチング。リンじゃない。本当。でも楽しかったですか？じゃあ、いけ。ジャスタ！楽しかったね、これね。いい夏のスタートを切れたんじゃないですか？ほんとっちゃ、これ最高っすよ、お姉さん。いいじゃん、今日はね、ジェイが頑張って考えたから。そう、最高のデートプランをありがとうございました。まあ、とりあえず、とりあえずね、なんや、とりあえずなんや。これから夏ジャスタ頑張っていくって宣言したんで、はい、楽しみにしててください。はい、なんでファンの人たちもジャスタを広めてくれると嬉しいんですけど。嬉しいです。あとね、もし見かけたら、はい、もう全然声かけてほしいです。かけてください。うん、ただもっとなんかみんなに知ってもらいたいよね。この夏で勢いつけれたらいいなって思ってるんで。なんでこれからもジャスタよろしくお願いします。お願いします。頑張っていきます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。あとその他 SNS もチェックしてね。それではまた次の動画です。バイバーイ。じゃあねー。今から川越祭り行きます。よっしゃ。